キックオフ山形スタート。キックオフ山形スタート。今日のラインナップ、ブルイズモンテリオはキャンプリポート。今年はここが違う。正直なところも、もう紅白戦やるんだっていう感じでしたけど、別にやってみたら、全然動けましたし、開幕戦から、昨年同様あの連勝スタートだっていう可能性を今高めている状態にあると思います。山形のサッカー情報盛りだくさん、キックオフ山形。16日、モンテリオ山形のキャンプがスタート。復帰を含めた新たな14人を加え、全選手31人でキャンプインしました。今シーズンクラブのスローガンは前進、本気で J2 の頂点を目指します。またここに戻ってきたなというポジティブな気持ちです新しい2024年のチームで J2 優勝を目指すっていうところに自分も貢献したいなと。優勝するっていうところ、明確な目標がもう最初からみんなで決まっているので、自分の出場時間だったりプレーの貢献度っていうのは上げていきたいなと思っています。渡辺大成2年目、山形の監督としては初めてのキャンプを迎えますが、チームは例年通りボールを使うメニューが中心。フィジカル強化と戦術の浸透を同時に行います。では今年のキャンプの変化とは。去年の12月にちょっとイギリスに行ってプレミアリーグのチームを見てきたんですけれども、そのトレーニング構築という部分でものすごくこう新しいアイデアというか刺激があったので、そのあたりは少し、Gさんとも共有しながら、今年変化を加えていく多分大きな部分にはなると思います。昨年の上位と上位チームとの差っていう意味でも、失点数、したり、自陣ボックスに入られている数とか、そういうところがやっぱり、上位のチームとの差っていうのは数字でも表れているので、そういう点でも守備に関しての、修正っていうのは絶対今シーズンに必要な要素だと思っているので、よりフォーカスして、このキャンプでもやっていきたいなとは思っています。今年のキャンプの変化、一つ目は守備の修正を徹底。去年山形はプレーオフに進出した6チームの中で失点数は最多の54。ゴールを奪われやすい危険なエリア、ペナルティーエリア内に侵入された回数はリーグ2位の多さでした。本気で J2 優勝を目指すには守備の修正は欠かせません。クラブはキャンプ2日目から佐藤コーチを中心にディフェンダーを集めて指導。最終ラインのコントロール、守る際の体の向きなど守備を一から見直しています。ディフェンスラインのラインをコントロールする上で、すごくその辺はなんか緻密にトレーニングしてるっていうのを実際見に行って感じたので、そういうところはすごく刺激を受けましたし、そういうところをトレーニングでなんかこうチームに落とし込みたいなっていう思いはより一層強くなりました。相手に裏取られそうになる時の体の向きみたいなのをミーティングでちょっと確認して、その体の向きが自分たちが染みついてたのとはちょっと違う体の向きだったりしてるので、今はすごい、無理やりにでもそのミーティングで出たような体勢を取ってみたり、そう試行錯誤しながら守備してます。すごい新鮮な感じで、今までない練習ですか？そうですね、あんななんか体の向きみたいな練習は初めてかもしれないです。
さらにクラブはオフシーズン外部機関に去年の守備データの分析を依頼。新たな視点を取り入れることでチーム内では見つけられない守備の穴を埋める作業をキャンプで始めています。ものすごくいいものが得られました。もちろん当たり前のことだったり、それはやらなければいけないことだったり、そういうものだったとは思うんですけれども、昨年の失点シーンを一個一個振り返ったときに、やっぱりそれを許容しているから、我々失点してしまうよねと。失点を減らすということに考えていけば、やっぱりそこはしっかりと修正をして明確に変わっていきます。まあ、我々が得られそうな利益よりもまずはそのリスクを減らしましょうというところにどんどん今シフトしていくので、どの試合でも本当にクリーンシートを目指しますし、本当ちょっとちょっとの積み重ねが本当失点につながっちゃうと思うんで、本当突き詰めて粘り強いディフェンスをしたいですね。はい、この後も今年のキャンプの変化をお伝えします。序盤でそれに向けてのトレーニングが山形でできてたっていうのがキャンプの今回のキャンプの素晴らしいところだと思います。今年のキャンプの変化2つ目は序盤から強度を高く。クラブはキャンプが始まりわずか2日で紅白戦などを実施、序盤から強度の高いトレーニングを行っています。まあ、対人プレーですね。まあ、対人プレー、もともと山形のキャンプの場合だったら、まあ、1周目の後半とか2周目の頭ぐらいから入ってきてもおかしくないような感じだったんですけど、それがもう初日からできてる、2日目ぐらいからできてるっていうのがすごいですね。正直なところ、もう紅白戦やるんだっていう感じでしたけど、別にやってみたら、まあ、全然動けましたし。今年山形県内は1月中旬までほとんど雪が降っていません。例年は雪のためオフシーズン明けの練習は屋内などで行いますが、チームは10日の初練習からキャンプインまで屋外でトレーニング、芝の上でスパイクを履きボールを使いながらコンディションを上げることができたため、キャンプでは2日目からより実戦に近い強度の高い練習を行うことができています。まだ体ができてない状態でここにインしちゃうっていうのはもうそれは山形の洗礼というか雪国ではしょうがないことだと思うんですけど、まあ、それが今年は序盤でそれに向けてのトレーニングが山形でできてたっていうのがキャンプの今回のキャンプの素晴らしいところだと思います。それが結果に結びつくかどうかっていうのは もちろんやってみないと分かんないことなんで、ただその可能性は高められているということです。はい、クライマックス戦から、まあ、昨年同様連勝スタートでっていう可能性を今高めている状態であると思います。最後に今年のキャンプの変化を語るのはエースストライカー藤本義樹選手。とっても個人的なことのようですが、変化あるな感じた部分何でもいいのがありますか。いや、あればあるとしたら俺上から3番目なんですよ年齢。マジでって感じです。キャンプは関係ないですけど、今年のメンバーを生年月日で並べてみると確かに南選手、後藤祐介選手と並び藤本選手は上から3番目。後輩をぐんぐん引っ張っていってくださいよ。もちろんこうプレーで引っ張っていきたいなと思う部分はありますけど、まあ、自分のことに集中するのが自分は一番なのかなとも思ってるので、あまりお前は年上になってきたんだからっていうプレッシャーに負けずに頑張りたいなと思います。マイペースな藤本選手らしいコメントでしたが、さまざまな変化が2月下旬の開幕戦以降に良い結果をもたらすよう期待しています。今月 J1 から J3 全てのカテゴリーのタイトルパートナーである明治安田生命はキックオフ会見を開催しました。発足から20周年、ブランド名を明治安田に変更。新たな企業タレントには三浦知良選手を起用し、より地域やリーグを盛り上げていきたいと意気込みを語りました。
走っていければと。スタジアムイベントなど今後も活動に期待したいですね。新庄市のゼロさんから。2歳の息子さんが部屋の中で柔らかいボールを使って遊ぶ様子を送ってくれました。サッカーを習っている小学1年生のお兄ちゃんを真似してボールを蹴り始めたそうですよ。いいキックしてますね。発信で知ってくれる人が増えたら嬉しいので、まあ、そういう部分では山形県に対しても恩返ししていきたいなと思います。